長根公園とは、青森県八戸市にある都市公園である。総面積は17.13ヘクタール。八戸市体育館、八戸市民プール、スピードスケートリンク、アイスホッケーリンク、長根野球場、長根運動場、桜木町グラウンド、八戸市相撲場、八戸市武道館、八戸市球道場が存在する。現在、 運動公園内の施設の老朽化が進んでおり、青森県立屋内スケート場の建設と同時進行で施設の再編についても八戸市を中心として議論されている。反省時代にはこの周辺一帯はため池だった。前身の施設地域住民の憩いの場として提供されてきたものの、公園内にある施設の老朽化や八戸市などによる 県立屋内スケート場の建設要望と並行する形で公園全体の再編を行うことになった。また、八戸へしの基本計画が2004年に発表され、運動公園からセントラルパークへの回期も検討された。具体的には公園内に4つのゾーンに分類する方針。短期、中期、長期の3段階における計画では多数の施設が移転となるため、 八戸市中心市街地に与える影響も懸念されている。短期計画中期計画長期計画要約については以下の通り、中期、長期の2段階における計画は体育館の複合施設化以外は事実上破棄された。八戸市は青森県に対して県立屋内スケート場の建設を要望していたものの県側は 財政事情や八戸戦争を理由に慎重な姿勢を崩していなかった。建設推進派だった田辺正美の追求により、積極財政を行っていた木村盛夫が知事の辞任に至り、県立屋内スケート場ではなく、ドクターヘリが重点要望に位置づけられた過去が永遠となっており、建設費用の一部を市で負担する必要があった。なお、 平成23年度青森県予算に調査費として2,251万円が計上された。また、2012年4月12日に、八戸平氏が長根公園再編プラン検討委員会を立ち上げ、当日行われた会議で、全会一致で、県立屋内スケート場の整備場所を、長根運動場と桜木町グラウンドにまたがるエリアを候補地とし、四月十四日の委員会で正式に、 候補地とすることを中間報告とした。県は2012年5月末をめどに屋内スケート場整備構想検討会議を発足させた。2013年2月には同会議が屋内スケート場整備構想を最終報告とした。ありがとうございます。